多分この辺だと思うんだけどね。見つかんないな。私の名前はノリガヨシエ。今困ったことが起きていて、自宅のポストにあったこのチラシを片手にあるところへ向かっている。これはクセガエ探偵事務所のものだ。ちょっと名前にクセがあって怖い感じもするけど、どうしても頼みたいことがあるし、何でも受けますって書いてあるから、お試しと思ってここに頼ろうとしている。この時はもう女の子なの、なんか普通の魔女みたいだけど、スマホもここ刺してるし、ここの1階なんだろうけど、なんか看板があればいいんだけどな。多分これなんだろうけど、癖が強い表札。とりあえずチャイムを。留守なのかな。あれ開いてる。なんて不用心なんだろう。とりあえずお邪魔します。私はどこにいるでしょう。え、どういうこと。え、私ここに依頼に来てるのに、私が探さなきゃいけない。え、どういうこと。え、何この事務所。え、帰る、帰ろう。え、君は諦めるのかい。その程度の謎も解けず、今君は帰ろうとしたのかい。スライディングしたからこうなったに決まってんだろ。いや待ってください。え、どうやったらテーブルの下にスライディングしようとか考えるんですか。そういう気分だったんだよ。とりあえず早く引っ張らんかい。え、出られないんですか。そうだよ、出られないよ。だって出ることなんて考えてない。誰が出られる前提でスライディングなんかする。トイレ行く前提でお茶飲むか。急に出てくるもんだろ。そうだろ、それと全く一緒だろ。いや、その理屈は分かりませんよ。いいから、早よ引っ張らんかい。ああ、もう分かりましたから、もう少し黙っててください。分かればよろしい、引っこ抜きたまえ。ああ、もう本当意味わかんない。行きますよ、せーの、よいしょ。
よかったよかった。いやマジ。なんなのこの人。意味がわかんない。ところで君は何者だい？あ、私は依頼者です。クセ探偵事務所のチラシを見てきました。ちょっと待て。誰がクセだ。私はクセガイだぞ。クセガエ。あ、ごめんなさい。ちょっと間違えちゃって。全く君は大変失礼なやつだな。今からお願いする人間の名前を間違えるとかありえないだろう。一体どんな教育を受けてきた。どこの出身だ。どこの卒業生だ。どこの星から来た宇宙人だ。大体どんな人生を歩んだら今から依頼する人間の名前を間違えるんだ。しかもクセだと。間違った挙句悪口を平気で言えるなんてどんな神経してるんだ。親の顔が見てみたいもんだね。こんな癖が強い名前一瞬で覚えられるわけないでしょ。一瞬で覚えられなくてもこのチラシを読み上げればそんな過ちを起こすことはないだろう。それくらいのことは小学生にだって理解できる。君はよくもまあそんな低レベルなポンコツスペックでここまで人生生きてこられたもんだな。あなたこそ初めてのお客様に対してその態度は何なんですか。めちゃくちゃ失礼だと思いますけど。失礼に失礼と言われるのは心外だな。はぁ、だいたい君のお父さんとお母さんは一体。ああ俺だ。え、あ、合コン、あ、来週、めっちゃ空いてる。ちょっともう月曜から金曜、いや日曜までも全部空いてるから、うん、オッケー、よろしく。ういういうい。なんでこのタイミングで電話出んのよ。しかも合コンって。気が変わった。少し稼がないといけないからな。一体どんな依頼だね。何この人の代わりを。実は私の彼氏のこと調べてほしくて。おお、これが君の彼氏か。なかなかの男前だね。あ、私の次くらいに。で、一体何を調べてほしいんだい。彼浮気してると思うんです。最近連絡しても全然返してくれなくて、前はすぐ返してくれたんですけど、それに最近仕事が出張で忙しいとかでここ数ヶ月会えてなくて、でも友達がここ付近で見かけたって言ってて、多分、いや絶対浮気してると思うんです。でも私が連絡しても会ってくれないし、追いかけ回すのも。その時に家のポストにこのチラシが入ってて、それで私はここに来ました。おいおいおい、ちょっと待て。この俺に男の尻を追っかけ回せと。はぁ、このチラシに何でも受けますって書いてあるから来たんですよ。それに私の会の尻を追っかけるとか変なこと言わないでください。私たち真剣に悩んでるから、わざわざこんな偏僻なところまで来たんですよ。何でも受けますって書かないと依頼が来ないだろ。ワンチャン美女からの依頼が来ることを願って出したのに、実際来たのがこんな常識知らずのポンコツ小娘が来るとは思いもしなかったわ。はぁ、ああ、一体この時間どうしてくれるんだ。はいはい、俺だ。え、合コンの参加者ちげえ。おう、うん、オッケーオッケー、じゃあ来週よろしくね。うん、あざす、ういうい、あざす、ういうい。なんでこのタイミングで。気が変わった。今日は私は気分がいい。この浮気調査引き受けよう。私の依頼をあなたの気分でって。しかも合コンに CA が来るから OK だ。よし、まずはこの近隣一帯を調べないとな。話がくん。はい。うわっ、この人どっから現れたんですか。話田くんはうちの執事だ。超優秀で凄腕のハッカーだぞ。それではこの付近全域の防犯カメラを追ってみましょう。クセガイさん、出ましたよ。いつもながら早いね。どれどれ。私にも見せてください。
この件まとまり次第ご報告させていただきます、お嬢様。え、なに？気持ち悪っ。これを待ってたんですよ。もうあれから1週間ですよ。依頼はどうなったんですか？やっぱり浮気してたんだ。お久しぶりです。これはそろそろって感じやな。花しがくん始めようか。